どうも、高さ大喜利クラブです。部長のザギースの高さです。そして、ゲストポイズンガールバンドの吉田さんと、金の国の桃沢くんです。お願いします。お願いします。はい。ということで、今回の企画行きましょう。大喜利版フィクショナリー。フィクショナリー。はい。なんだろう。これはフィクショナリーという、本当に実際にあるゲームがありまして、はいはい、それの、大喜利版をちょっと今回やってみようかなと。ルールを説明しますと、はい、お題が出されます、はい。で、そのお題に対して、それぞれ今、お手元にこの名前の書かれた紙があると思うんですけども、はい、そこに答えを書いてください。はい、で、これは他の二人バレないように書きまして、はい、で、これはスタッフさんに渡します。はい、そしたら、4択にして出してみます。はいはい、だから吉田さんの答え、僕の答え、桃沢の答えと、そのお題の本当の答え。うんまずは4択の答えが出るので、僕らは本当の答えを当てます、うん、で見事当たったら1ポイントさらに、自分が出したダミーの答えに他の2人がベットしてたらさらに1ポイント2ポイントになると。なるほど。でポイントの一番多かった人の勝利と、はいはい、全部で3問やっていきますんで、はい、さあじゃあ最初のお題はこちら。山田隆夫セカンドシングルのタイトルとは。なるほど。山田隆夫さんは笑点の座布団運びの方ですね。え、これはお題だよね。これお題です。実際あるわけじゃないでしょ。実際あると思います。え、実際あるの？あ、実際あります。セカンドシングル？はい。ファーストシングルがあるってことですね。ってことですね。ファーストシングルだとバレちゃうってことでセカンドシングルにしたかもしれません。あ、実際あるんだ。実際あるっていうことです。これは。ファーストシングルがバレちゃうとしたらファーストシングルはもう。運びとか。でも山田さん、そうか、どっちなんだ。もともとズートルビっていう、うんうんうん、ビートルズの、まあ、その、そっか。はい。をモチーフにしたバンドをやられてる方だったんですよ。そっかそっか、全然。そうですね、世代が若いと僕は知らないですよね。うん、知らなかった。はい。音楽に精通されてるんですね。そうそうそう。そう。アーティスト、ミュージシャンだったんで。そうか。はい。そうなんですね。まあ僕も世代じゃないですけど、うん。はい、一応知識として知ってるぐらいですけど。まあ、とにかく、出されてると。なるほどね。だ、そっか。だよね。本当の正解があるとあるっていうことです。ね、はい。じゃないとある。そっか、そういうことか。なので、まあ、ボケすぎても、いけないし、でも絶対ありそうだけど、ちょっといじられる感じの曲なのかな。はい、まあ、これがお題に出るっていうぐらいですかね。確かに。ちょっとすみません。スマホで漢字調べてもいいですか？はい。ちょっとむずっ。いや、まあスマホで2人の票を取りに行く。ダマス宣言が出ましたね。避難だったら当たっちゃってる可能性もある。はい。あとなんか何枚シングル出してるのか、うん、今も出し続けているのか。ファーストとサード知りたいですね。サードあるからセカンドで終わってないから。うわー。ジャケットも見たいよね。だからもうガチでの曲なのかおふざけの曲なのかもあるしね。そうですね。ちょっと俺も、うん、感じを。でもちょうどそれが読めないラインですね。うん、山田隆夫さんの趣味思考がさ織り交ぜられてさ、はい、実はめちゃくちゃロック好きだったらすごいロックテイストかもしれないしさ、あでも演歌かもしれないしさ、はい、あの山田隆夫さんはハイブランドしか着ない、めちゃくちゃハイブランドのあのなんていうか派手な服しか着ない、昔聞かないとっていう番組でなんか言ってましたね。僕、卓球やってるんですけど、うんはい、落語卓球クラブっていう小遊三師匠がやられてる会に何回か行かせてもらったことがあって、うんうん、で、山田さんもやってるんですよ。で、一緒にやらせてもらったこともあるんですけど、はい、上手？あら、上手ではないです。はい、まあ、皆さん楽しむためにやってるみたいな感じなんですか？でも小遊三師匠はもうガチ。そうなんですね。大学もやられてたんで、めちゃくちゃ強いです。はい。正解まですっごい楽しみ。はい。だからうまくいけば、自分の正解1ポイント、他の2人の2ポイントで3ポイントを一気に取れるっていう。うん、さあ、準備の方が整ったようなので、はい、はい。じゃあこれの答え4択が出ます。はい。じゃあまずそちらをどうぞ。脇役だけど赤。うん、君を運びたい。あ幸せの座布団。
What's happened? この中に正解が一つあります。はいはいはい。でその正解を、まあ、書いて、じゃあ出しましょうか。はい。じゃあ、行きましょう。せーの。D、B、D。お、お、デッドバイデイライト。すごい。UKB 並みの速さだ、ね、これは、まあ、僕 B は、まあ、一番なんていうか、タイトルっぽいセカンドでしょ、うんうんうん、ね、脇役だけど赤はなんかちょっと取りに行ってる感じがあったんですよ。うんうん、で幸せの座布団、座布団っていう単語を使うかなって、うん。で、D はちょっとかけ離れすぎてるなっていうので B。なるほど。吉田さんは？これは、C と D で迷ったのね。なるほど。で、正解がわからないんだけど、はい、もしかしたら、アルファベットの可能性あるなって思ってたの、タイトルが。はいはいはい、で、バンって読んだけど出た時に1個アルファベットがあったから、はいはい、ちょっと D が第一候補になって、なるほど。で、C の座布団がカタカナっていうのが、はいはいはい、これ曲名っぽいなと思って、すごい最後まで迷った。なるほど、なるほど。だけど D にしました。D で。はい。モザ君も B。D ですね。僕も C と D でちょっと迷って、やっぱり座布団がカタカナっていうのが何か思わせにいってるのかなって思ったんですけど、センター試験の解き方になんか、その一個だけ浮いてるのあったら、それっていう答え方もあったかなみたいな、そういう。すごい。ABC に同じ匂いを感じたんで、なるほど。D っていうこともあるかなっていう。逆がある人の答えです。さあ、ということで、まず正解を発表しましょう。正解は、こちら。C! うわぁ !C か !C! C でよかったなぁ、うそ全員外れということで、まず、ええってことは、D の人がいる。いる。D の方からいきます？ A の方。D の方からいきましょうか。D は、私です。だよね。はい、うわぁ。なかなかな作詞ですね。僕がスマホで漢字調べますって言った時に、はい、あ、はい、これ漢字の回答って分かっちゃうから濁すようなことを入れようかな。まあまあ、いっかって思ったんですけど、その後高瀬さんが、はい、僕も漢字調べていいですかって言った。あ、やべえ、気づいてた。で、君を運びたいと幸せで、あれなんか難しい感じなくない？僕は脇を調べたんですけど。脇も、だってそんな。そう、だけどやっぱ、はい、ハプンドゥを調べたんですね。いや、だからその、あ、ハプンドゥ、そう、ハプンドゥを調べ、英語調べるって言ったらバレちゃうから、はいはい、もう漢字って言ってたし、漢字にしようと思って。作詞ですよ。作詞ではないよ。あ、じゃあ吉田さんが B ってことですね。そうです。なるほど。ってことで、じゃあ1ポイント、はい、そして僕2ポイントです。はい。すごい。はい。あー。なるほど。僕 A です。A、脇役だけど赤、うん。なるほど。うまいとこついてるな。ちょっと自虐気味にやったりすんのかなっていう。なるほど、なるほど。僕は思ってないですよ。そんな脇役だなんて。そんなふうに思ってないですけど。自虐気味にやったりする。でも、C なんですね。だからちょっとそう、ね、そういうなんか、うん、今の職業を絡めた。絡めたやつなんだ。いや、だから俺最後、だからなんで C にしなかったかともう一個あって、はいはい、C はファーストじゃない、はい、って思ったの。なるほど。セカンド、そう。うん。いやー、これ嬉しいっすね。二人騙したのめちゃくちゃ嬉しい。面白い、これ、まあ。ちなみに、ファーストのタイトルは何ですか？セカンドが2001年なんですけど、はい、ファーストは1978年です。え？で、タイトルが、僕はカウンタックマン。あ、全然関係ない。カウンタックマン。二十数年経ってのセカンドだから。だからそのファーストの頃は笑点やってなかったのかな。ああ、なるほど。はあ。考え方もあんのか。さあ、ということで、今僕一歩リード。はい。二問目行きましょう。はい。二問目は、こちら。自動ドアに頭をぶつけた矢沢永吉が言った一言とは。なんだこれは。これだから実際にあったエピソードなんですね。そうですね。はい。エピソードトークとして多分ネットかなんかにあったんでしょうね。いや、俺ね、結構 A ちゃん語録ね、はい、好きで調べたりね、はい、本もなんか一個持ってたりするんだけど、これはじゃあ答え知ってる？いや、これあったような気はしてる。自動ドアに当たる、閉じてる自動ドアにバンとかね。
矢沢永吉さんは知ってますか？ああ、はい、知ってます。あ、俺これ、正解分かっちゃったかもしれない。え、うん、まあそこはだから、それから被せるのもありだし、うん、騙すのもありだし。うんうん、できたそうなので、まず4択、自動ドアに頭をぶつけた矢沢永吉が言った一言とは、4択の回答どうぞ。A、このドア、フェアじゃないね。わあ、言いそうよ。B、矢沢の道を阻むなんてやるじゃないか。うん、C、Thank you, 目が覚めたよ。D、僕が来てどかなかったの、君が初めてだよ。おう、あ、BD が似てる。BD 確か似てるな、うん、A だけ批判しに行ってますね。批判か。まあまあ、そう。BCD は、うん、敬意を表す。なんかプラスな感じがしますね。はい。じゃあ、せーので行きましょう。はい、せーの。A, C, C。うわ、あ、A! A! はい。このドアフェアじゃないね。はい。のはずです。うわぁ、そう、知ってるのは強いな。あー、じゃあ勝てないな。僕、センキュー目が覚めたよ。はい。これは、僕、なんか二つで迷ってて答えで、はい、曲がひらめいたみたいなことにしようかなと思ってて、まあ、それっぽい。で、なんかちょっとポジティブだし、うん、なんかさっき桃沢くん言ってたみたいに、うん、A のフェアじゃないねは、なんかちょっと、ポジティブじゃないから、そうそう。だからまあ C かなと、うん。で、B と D はちょっと被ってるか違うかなっていう感じなんですけど。僕も BD 被ってるからまあ違うかなっていう、はい。まあでも A が正解なんでしょうけど、はいはい、ただなんか D が、僕なんか最初に一人称矢沢ですよねみたいな確認したけど、はいはいはい、D が僕だから、あれ、なるほどね。マジで言ってたらこうなのかなみたいな。なるほどなるほど。ちょっとあったりとかして。うん、でもなんか C が一番なんか、僕の勝手なイメージ言ってそう。サンキューはそうですね、はい。偽では思いつかないんじゃないかなみたいな。なるほど。はい、いや、僕は多分、合ってた、え、合ってるはずなんですね。はいはい、で、D は、はい、あの、僕が来て、はいはい、これなんか、はい、矢沢さんというか、はいはい、ジャニーさんみたいじゃないと思っちゃう。確かに。確かに、ジャニーさん。来てどかなかった君が初めてだよ。はいはいはい、ジャニーさんが言いそうだなと。それがちょっと面白かったです。なるほど。さあ、それでは、答えの方、どうぞ。A! ほら、やはり A! このドアフェアじゃないね。はい、吉田さん、まず1ポイント。そして、C の方。これ誰ですか？はい。うわー！すごーい！すごい！すごい！ 3 ポイント一気にまくったなぁ。うわー！そして、D が、B。B。B は僕です。B の1点で、D のジャニーさんが僕です。一人称愛ですか？いや、全くの天然です。あ、はい、でも、似た発想でしたね。そうだね。やっぱ、そうなるよなぁ。なんかあんま、なんか、あれなんですね。なんか嫌なこと言うんですね、ドアに対して。まあ嫌なことなんかな。わかんないけど。じゃないね、あとちょいちょい意味わからない。ちょ、意味わかんない。意味がわかんなかった。フェアってない。意味がわかんないのが矢沢節っていうんですね、うん。なるほど。悔しい。悔しいな。ということで、4ポイント、はい、2ポイント、0ポイントなんで、0ポイント、はい、次で、まっくることかもしれませんけど、行きましょう。じゃあラストのお題はこちら。2007年5月開催、もう中学生、第1回単独ライブのタイトルは？マジか。知らない。2007年5月開催、もう中学生大会、ライブのタイトルは第1回単独ライブか。どこでやったんだろう。確かにいいなぁ。え、この時点での、はい、もう中さんの芸歴とかって聞けたりしますか？俺の3つ下でしょ。6年目ぐらいかな。6年目。うん。ちょ、一緒ぐらい。今の芸歴と一緒ぐらいって。あ、6年目。ただ、もう中は、ピンになるまでに、4人組とかだったりもしたので、はい、それがどれぐらいやったかわかんないけど、はいはいはい。でも、ピンになって5年とかは経ってる気がする。あ、ピンになって5年？いや、わかんない。じゃないかな。第1回。はい、1個だけ言うと5月っていう。ヒント。え、なるほど。2007年5月開催。
もうちょっと。うわあ、やばい。当てちゃうかも。え？ファッツハプニング。はいはい。あえて言うなら、誰のシングルかなって考えてるんですか？どの時間で考えてるの？うん。クールポコさんですね。なんで？なーにー。さあ、じゃあ、2007年5月開催、もう中学生第1回単独ライブのタイトルは、4択見てみましょう。まず A、サミダレ。B、恋のぼりと稲荷と僕。うわ、恋のぼりと稲荷と僕。C、初ガツオ。D、立派な子供になりました。なるほど。いや、もう、どっちかだなぁ。あ、なんか、意外と、全部魅力的だな。全部ありな感じがする。はい。いや、もうこれでしょう。いや、もうこれかな。じゃあ、せーの、社長。せーの。B、B、B。やっぱね、B ですよね。はい。じゃあ、正解見てみましょう。正解はこちら。B！ 正解です。それぞれ1ポイント。もう中センスですよね、そうですね、これは。やっぱ B 出た瞬間にこれだなって。うん、思いつかないですもんね。思いましたね。こいのぼりだけで終わらせないんだもんね、うん、ちなみにじゃあ、A は。はい。あー、サミダレ。はい。あ、ちょっとまあ、かっこつけ方面。はい、うんうん。なるほど。回答でポイント入ったらいいなって思ったんですけど。うんうん。うん、C、初月を。はい。あ、吉田さん。はい。なんか、5月で、はい、あいつ、食べ物好きだから、あ、タケノコと初月をで迷って、はい、で、しかも絶対ひらがなだろうなと思った。なるほど、うん、はい。うわ、さすが。うわ、すごい。すごい。確かに、稲荷入ってますもんね。うん、で、僕も、立派な子供になりました。まあ、子供の日が開催ってことで。ですよね。子供の日ですよね。で、子供はまあ、ひらがな、はいはい。なんかね。うん。のぼりと稲荷と僕、思いつかないな。それでどういうネタをやるのねえ。でも、段ボール使ったネタなんでしょうね。はい。吉田さん5ポイント、僕3ポイント、モンザ君1ポイントということで、吉田さんが優勝です。やった！おめでとうございます。ありがとうございます。すごい。やっぱ矢沢のところで全部ポイントかっさらってきました。はいはい。全取り、すごい。これで5ポイントってすごいんじゃないですか。すごい。3問しかない。なんかこのルールだと、わかんないですけど、はい、俺たち東大王と戦えるかもしれない。確かになぁ。そうですね。異種格闘技じゃないですけど。確かに。ちょっと東大王とやりたいですね。うん、いいですね。はい。ということで、これはちょっとまたやっていきたいと思いますんで。はい。さあ、高さ大喜利クラブツイッターアカウントありますので、こちらフォローの方よろしくお願いします。MPJ のメールアドレスありますので、何か意見ご要望とあれば、こちらまでお願いします。ということで、第185回高さ大喜利クラブでした。おしまい！